毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やっていきましょう。ちょうど決戦やりましょう。スキルモードか、来てますね。 100% スキル、スキルは先制欲しいよね。やっぱり MJ さんや、 MJ、 あの MJ、 麻雀の MJ、 最近やってないな最近やってないですね MJ。 あ、これ LR 出るやつはね、スキルか。 LR 確定やったらセス取っとこう。スキルセス、ハオマル、いいっすね。ハオマルはマッチュア件数はマッチュアですけど、これやばいな、負けそうやな。出たー、ブルーマリーや。ハイン、あかんわ、負けるわ。ブルーマリーは太刀打ちできないですよね。マッチュア置いとくのありかな。捨てキャラ、いや捨てるようなキャラもあんまおらへんな。バネッサとかいらんかも、このメンバーやったら。あ、でもバネッサとセスとネームレス相性いいな。スキル範囲か。セス置いとくかな、頭から。いきなり。うん、セス置いとこう。こんな感じでいこう。むしろマチュアを特に出す必要ないんかもね、これ。マチュアどうかなと思ったけど。お、なんで、ブルーマリーなんで範囲に来たの今。このまま行きましょうかね。使おう。マリーは、これマリー倒せないワンチャン。無理かな。ワンチャン倒したりできひんかな。クリティカル。あー無理か。結構ダメージ取ったけどね。一回踏ん張り使わしたね、今。うわー強え、マリー。めちゃめちゃ強いやん。やべ。ハイン、そうやな。これどうすっかな。ネームレス、頭に置こうか。ネームレス。で、ヘブンズゲートは使おう。これね。マリーはでも1回踏ん張ってるんで、バラの数は3やったかな、合計。3、これで2使わしたね、今。2回はバラ使わしましたよ。お、このまま来た。このまま来たので、範囲に使えるね。マッチはやばいな。こっちは、マッチはより、こういっとこうか。こういっときます。で、ハインは使おう。マリー削れるかな。マリーね、マリーのバラをどんどん使わせたいよね、こうなると。どう、あれなんでそこ行くの、ハイン、意味わからん。ハインなんでそこっち行ったの今。ハインそういう性能やったっけ、スキル。うおー、ハインのスキルはなんかマークみたいなとこに飛んでいくんかな。ヘブンズゲート、ヘブンズゲートちゃうわ、 G スクラーゲンか。マッチュアは生きている。ギリギリ生きてた。ですけど、いやー、やばいなー。やばいっすよねー。アテナ出すか。前にね。アテナ置いて。もうここはねマリーは踏ん張り使わせれるかな。いや、厳しいか。どうなんかな。踏ん張り使ったかな、今。使ったね。3回目入ったわ。ってことはもう踏ん張りできないでしょ、これ、マリー。お、これは勝機はあるぞ。今の最後の踏ん張りやと思いますよ。で、マッチはこっち復活できますからね。ワンパーン。うお。これでマッチは復活。で、ハインも踏ん張り入りますからね。ここで踏ん張り入るんで。これはチャンスか？チャンスか？マジで。このまず、クローゼロをマッチュアでワンパンしてる方がいいよね。マッチュアでワンパンしつつ、これハインはマリに飛んでくれるんかな、ちゃんと。ちょっと心配やから先に使っとこう。さっきバネッサともジョン使っとこう。うん、飛んでくれるんかな。いきます。どう、おー、いった、倒せる。あれ、まだまだなの。どうなん、ハインスキル。うわー、クリティカル出たけど。マリー、件数ね。ハインがやってくれたらいける。っていうか、まだ踏ん張りあったか。もうこれ、最後でしょ、さすがにね。もう踏ん張りないですよね、ブルーマリー。マッチはやばい。ハインは透明化してるんですけど。いや、怒りたまれへんな。これ、たまってるんじゃない、マリー、ゲージ。うわー、件数。はマジで
スキル何や今の。うせやん。そうなん。そんなになん。今のでもマリーもう踏ん張りできなかったんでチャンスはあったっすね。いや惜しかったな。キョコンユウくんさんね、先生取った。もう一回行きましょう。スキルか、ハイデルンかな、これ。スキルハイデルン。フラブライアン。ベニマル、ベニマルとブライアンだね。いいね、マネッサは。UR、おー、出た、ハオマル。リンとハオマルか、でも。リンも強いな。ハオマルも強いけど。エイジとアーデルハイドいますね。マネッサ、ハイデルン、ハオマル、合わせましょう。で、リンなんで、まあ、リン嫌やな。まあ、しゃあないか。こうかな、ブライアン。まあ、リンは嫌やね、ほんまに。まあ、でも、ハオマルの方が嫌がらせ頻度は高いかな。これはもう叩いていきます。ボディボディ。うん、旋風列弾。エイジを下げる。ブライアン、このまま行きましょう。ブライアン、このまま行って、ハオ昇降剣か。こっちにしとこうかな。で、ここは使っていきます。間違えた。前は。さあ、旋風列弾。ハオ昇降剣使うんかな？使わない。あ、ちょ、使わないじゃん。使われへんのか。すやすや。これはね、このまま行こうかなと。ブライアン。いや、まずいな、このまま。こういっとこう。もうここはね、このね、そやなぁ。この、エイジをどうするかやな。エイジ倒しましたね。よし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 。いい感じ。今の倒されへんかなと思って、ちょっと迷ったんですけど、ブライアンで倒せたので、めちゃめちゃいい感じですね。ブライアン、毒でやられますからね。マチュアと、アーデル来た。もう出すんや。ヘブンズゲートはハオマル。さあ、ジス還元。後ろ！あー！ブライアンに飛んでほしいな。ブライアンはでもやられるね。毒が強いな、マジで、リン。リンは？あ、バネッサでいいの。よし。助かったね。ハオマルに毒入れられるとめちゃめちゃ嫌なんですけど。そしたらここはリンを叩くチャンスですが、まだ行ったらあかんかな、でも。ちょっと様子見というか。そうですね。ここはちょっとね、一旦セス出して、そやね。一旦セス出します。セスは使う。ちょっと様子見しながら、次のターンでリンを叩くために仕掛けを。さあ、ここはどう出すかっすね、でも。このセスはね、めまいしたら HP 回復するんで、アーデルハイドのスキルでめまいしてほしいっすね。あ、ベニマルの麻痺もいけるわ。麻痺かめまいで、HP 回復して状態上解除するんで、それがやっぱ強いんですよね。お、いい形、いい形。よしよしよし。めまいして。めまい。うおー、ないわ。このまま行きましょう。このまま行って、旋風列弾はアーデルハイド。こっちね。いや、もう1体出してもよかったか、今。別に2体で行く必要なかったかな。お、リン出してくれるの。よし。ついにリンを出してきた。うん。これはもうリンを叩くために行ってるからね、そもそも。麻痺！麻痺！ないわー。麻痺してよ。麻痺！めまいして。めまい！めまい！ないかー。まあでも行こう。ここはもう全部行く。全部行きましょう。これ耐性やばいね、リンの。耐性がなかったらいいんですけどね。耐性入ってないかな、今のは。3減る。耐性はいけるか。キング、よし。耐性入ってない。ザキさん、一気に行け。ザキさんで、よしよしよし、いいね。ここはアーデルハイド、いや、アーデルハイドはセンプレスなんで下げるとして、一旦こっち叩いとこう。倒せないんか、今の。マジか。いや、マジか、今のは。これであと1体っすよね、でも。シャンフェ、あ、あと2体いたんや。やばいか。やっぱアーデルハイド倒しとこうがよかったか。これ、あと1体やと思ってたな、マジで。ヘビーディーね。お、使わないの？ハオマルいるけど、こっち。考えてるということは。使わない可能性ある？あれ？通信エラーか、これ。通信エラーの可能性もある。ん？あれ？
相手は逃げ出しました。もう悟ったんかな、今の分からんかったっすけどね分からんかったけど、なんか勝ちましたね。ハオマルが嫌気さしたんかな。じゃあもう一戦行きましょうか。スキルモードね、なんか変な感じで終わったんで、スキルモードもう一戦行きましょう。バクじゃあね、東国鎮さん、先生取られたね。ハイデルン、東国じゃ煉獄かな鬼滅の刃のやつですよね。全然知らないんですけどね、僕鬼滅の刃。テリーにしとこうか。これは先生、うわー、シェントリン、またリンいるんか。シェントるけどリン強いな、さっきもやけど。出たー、覇王丸とリンとクラウザーやって。なんでそんないいキャラ出てるん。やばいな、覇王丸リンクラウザーで、マジでやばいやん。うわ、マジっすかこれ。覇王丸リンクラウザー絶対無理じゃない。積んでるな、この盾一律積むもんな。マジで牧島置いとこか。テリー置いときますか。もうめまい入れに行こうかな、スキルで。いやマジか、強いね。リンがねもう強すぎるんですよね、やっぱ。でハオマラも言わずもがな、強いというかね、もうほんまに鬼畜性能なんですけど。これ今日倒せるね。あ、今日倒せないの今ので。うせやん、倒すつもりで行ったのにな。おろしなぎ使えるよね。じゃあこれでどこ叩きに来るかっすね。テリーは多分怒り溜まりますね。うん、溜まった。ただどこ叩きに来るか。あ、テリー来た。セプリスダン。うん。そしたらアテナかな、ここは。アテナ、いっとこう。アテナでこのゼロの硬いのを崩します。スキルで崩せるんでね、これ。これで解除しながら。うん。テリーはクリティカルでね。おし、めまいした。いい感じ、いい感じ。うん。いやー強いなーほんまに強いな。リン叩きたいな。もうこれアテナ前にした方が良さそうやな、これ。こうなるとこういきます。でシェン使おう。シェン使って、もうこうなるとね、やっぱリン叩かなあかんな。リン、いや覇王丸の方がいいんかな。いやリンか、リン行こう。リン叩きます。おお、あと一発で倒せるリン。あと一発。あー、パオちゃんや。さらに嫌がらせキャラおるの。さらなる嫌がらせやな、ほんま。リン、これ復活されるともう無理っすね。こんだけ頑張ってリン削ったんすけど、復活されたらもう無理やな、パオの復活。厳しすぎる。毒牙からの螺旋来るね。まあ、シェンはでも行きそうやな。螺旋で、うん、生きるよね。パオはリンっすね。リン一応、アテンハね、4ターンか。前はでも行きそうやな、これ。前は行きそう。うん。旋風は？お、アテナ打てるんじゃない？よし、アテナ打てます。アテナ打て、あれ？巻き島やられた。巻き島やられたから、そやな、これはじゃあもう、ロチアシロ行くしかないね。ほんでや、さっきこれね、そうやな、先にオロチヤシロですね、まずは。で、テリーがどうするかやな。アテナのバフをかけるかどうか。お、めまいしたわ。アテナ打っとこう。もうここでもうリン倒しに行こうか。行きます、行こう。パオの復活される可能性全然あるけど、もうさ、しゃあない。頼むで、やめて、やめてくれ、やめてくれ。どう、うわー、もうひどいわ。もうパオにまで嫌がらせされるんや。リンが強いんすよ、もう本当に。リン復活は辛いな。チズルか、チズルも嫌やな。うわー、シェン沈黙やって、マジで辛すぎ。シェンはでも生きてる。これ黒ゼロっすね。もうここのネームで叩きに行きましょう。クローンゼロで叩いていく。うわ、よし、クリアル。おお、これリン倒せそう。どう、あかーん、まだかー。これシェンが打てないからほんまつらい。あ、でもシェンは、おお、生きてる。よし、ここでクリティカルとか出たらいけるんですけどね。
どうかな、シェン。うわー、もうなんでや。もうリンもハオマルもあと1ミリが倒せない。マジか。クラウザーや。うん、天波頑張れ、オロチアシロ。ギガティックは、うわー、これどうなん、オロチアシロ厳しい、生きろ、よし、来た、生きてる。さあ、どっちに来るか。多分クローゼロかな。ですね。テリーだけか。ウィップでなんとかしたいが。お、クローゼロ生きるんちゃう、生き、あー、やられた。ウィップで頑張るしかないね、これは。使おう。使って、こうですね。テリーで回収しといて。バスタールーフは打てる。うん。ここででもウィップ耐えるんで、バスタールーフクリティカルやったら全然あるんですね。ウィップ耐えますね。これウィップのままで行くしかないか。クリティカル。バスタールーフクリティカル出ない。いやー、待ってくれ。これは、いいんですね。うわー、また1ミリ残っとるやん。なんでなん、さっきからもう1ミリひどいって。うわぁ、もうひどいわ。なんでその1ミリ残るの、マジっすか、ひどくね、ちょっと。めまい、ないわ。めまいもないわ。リン打てるでしょ、ここ。次10ターン。リンが打てなかったら勝てるんですけど、打てるでしょ。ほら、生き残る、生き残ったら、ある、ある、ある、テリー生きる、よし、これ倒せ、倒してあるよ。うわー、倒せない、もう最悪、マジで。これめっちゃ頑張ったっすよ。いや、これはあかんで、めっちゃ頑張ったよね。相手ハオマルとリンとパオの復活まで入ってますからね。これはめちゃめちゃ頑張ったと思うんですけど、これで負けるならもう無理やな。もうほんまハオマルをさっき叩いてる方が良かったかもしれないね。まあ、パオが全てやったかな。これはちょっとしんどいな。パオにやられたって感じしましたね。まあ、あとリンがやっぱ強い。こっちもシェン強いけど、ハオマルに結構封じられてたんでね、状態上とかも。って感じもしましたね。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。